はい、お疲れ様です。JRA のせいやです。私の愛馬の方がね、解放きまして、夏バテのようですね。ちょっとね、バカ部がある馬なんで、トレーニングは難しいのかなと思っております。で、先週はですね、自信あったんでね、ちょっと8着で1、2、4着っていうね、悶絶しました。首差っていうのもあってね、ちょっと自信あったんですけどね。で、デパートステックスなんですが、トラネコとかが強運なんですが、カリス帰国初戦ということで、タガノ事業を本命にしようと思ったんですが、やはり東ウィルウィンドのね、兼ね合いから考えると、やはり、エピカリス本命で、でタガノ事業、この一騎打ちじゃないかなと見てます。はい。で、臭いところはやはり、ハルクンのテソールがね、強運イニシャル、今月強い HH と運命数機持ってるんで、ハルクンのテソール臭いなと思ってまして、海外的には、これが一番臭いかなと思ってます。はい。まあ、一発あるなら息吹なんでしょうけど、走ってみないとわからない。で、さらに、ここに、遊びで9番入れてもいいのかなと思ってます。はい。遊びで9番入れてもいいのかなと。だから、大方はこれで面白いかなと思ってます。はい。以上が新潟のレコードステークスになります。はい。で、ね、新潟じゃなくて小倉記念の方はね、ちょっと動画溜まってたんで、まあ、いろいろ動画上げてって、その最後で、小倉記念の動画上げようと思っております。はい。で、私のね、師匠の方がね、この前、途中で切れちゃいましたけど、動画の方が。秋口にね、本出されるっていうことで、で、もしかしたら私のブログ、も、その本の中に、紹介される、掲載される可能性があるっていうことで、LINE でこの前電話ありました。はい。まあ、本名とか名前とかは明かさずに、アルファベットで何々さんっていう形で、で、あとは年齢ですかね。の方は、何十代っていう年齢だけの方は、記載するようですけども、私のブログが紹介されるかもしれないっていう連絡をいただきました。はい。以上です。次のね、動画何本か上げてから、小倉記念といきたいと思います。今日はね、中京のね、パークウィンズの方にね、友達とちょっと8時に予約してるんで、ちょっと時間がないもんで、さっさと動画上げてね、向かいたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。